プロキャリアでは互いにすでに5勝を挙げています。したがって今日はライト級5回戦で争われる全日本新人王決定戦です。画面の右、髪を真っ赤に染め上げてきたのは赤コーナー斉藤慎之介、画面の左は25歳千里馬神戸ジムの藤田健介です。さあライト級の全日本新人王の頂点はどちらになるんでしょうか。ライト級の5回戦のゴングが打ち鳴らされました。非常に体格も大きくなってきまして、ライト級の5回戦ということになります。まずは赤のパンチングローブ、髪も真っ赤に染め上げてきましたのが斉藤慎之介24歳、石川ジム立川の所属。そして今両手をだらんと広げました。おっとワンツー放っていきました。赤の斉藤慎之介、青のパンチングローブは25歳千里馬神戸ジムの藤田健介、4人の子を持つパパボクサーでもあります。さあライト級5回戦の幕が開きましたが、この試合ライト級はセレス小林さん元世界チャンピオンの解説でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。お願いします。いやかなり体格も立派になってきまして、まあそうですも、大きい階級ですからね、そうですね、ここから本当一発の、ね、パンチで決まる可能性もありますよね。はい、ここまではいずれも8試合すべて判定決着。右のストレートは今度は藤田健介25歳です。伸ばしていきました。ボディー、強烈なボディーが当たりました。藤田健介25歳、千里馬神戸ジムの所属です。まずはこのライト級という階級、この両者どんなところ楽しみにセレスさん見ていきますか。まあ、お互いね、まあ、新人王ですけど、はい、キャリアもね5勝してますありますし、いいストレート、はい、まあ、しっかりボクシングしてますからね、はい、まあ、このあたりの技術の高さというところも見られるかもしれません。そうですね、まあ、藤田選手はねアマチュアでもね、おっと右の服、まあ、成績がありますからね、今は斉藤慎之介が大きな右のフックを振っていきました。やはりこの後楽園ホールになり、おっと斉藤の右ボディ、どうでしょうか。出だしていいますと、この第1ラウンドどちらがまずは主導権を取っているというふうに言えそうですか。そうですね、まあ、プレッシャーかけているのは藤田選手ですが、あ、そうですね、迎え撃っている斉藤選手もいいパンチ打ってますよ、はい、強烈な右のストレートがあります。ただこの赤の斉藤は得意なパンチはジャブだというふうにも話していました。ジャブで距離感を探っての立ち上がりになるか。右のストレート伸ばしていきました。青いグローブの藤田健介です。この青の藤田といいますと得意なパンチは左のフック、うん、KO を奪ったパンチでは左のフックが非常に多いという話もしていました。さあここは見合う展開になっている。ダランと左の手を下げているのが赤のグローブの斉藤慎之介です。そして高いガードを持ってじりじりと距離を詰めていくのが藤田です。おっとボディアッパーに行きました、うん、斉藤のこの刹那のタイミング、アッパーを繰り出していきました。そして足も使ってます ね、 そうですね、このジャブが、ね、当たるような距離にいると斉藤選手は、ね、有利に試合を運べそうですね。斉藤は身長181センチですから、177センチの青の藤田と比べますと4センチその身長では分があります。動きながらのジャブ、足を使いながらのこのパンチ、それが第1ラウンドは一つ形になっているでしょうか、うん、残り15秒少々です。5回戦で行われます右のストレート、これは少し距離が足りませんでした。右のストレート飛び込んでいく、左フック、うん、パンチを重ねていく、ただスルッとこのニュートラルコーナーから抜け出しました。斉藤慎之介です。ライト級の5回戦第1ラウンドが終了しています。赤コーナー斉藤慎之介、石川ジム立川所属、1995年8月21日までの24歳、山梨県甲府市出身、デビュー2016年9月、戦績は8戦5勝3敗、総合勝利は2勝の KO 勝ちが含まれております。対象者は大阪府市田県警千里間。ライト級の5回戦放送の解説は元世界チャンピオンのセレス小林さんです。セレスさん、この第1ラウンドをご覧になって第2ラウンド以降のポイント、どんなところになってきそうですか。そうですね、斉藤選手が、ね、いきなりの、ね、アッパーとか、ね、ちょっと、ね、トリッキーの動きをしているんですよね、はい、その辺の、ね、対応を、ね、藤田選手がどうしてくるかですよね。あ、なるほど、藤田に関してもただ強いパンチ持っていると言えそうですね。そうですね、一番最初のうち、ね、右のボディすごい犬ってましたよね、さあ第2ラウンド以降、その斉藤の特徴を殺すことができるかという藤田、青のグローブです。千里馬神戸ジムの、おっと右ストレートが当たった、斉藤の右ストレート、序盤から強いパンチを放っていく。どうでしょうか、このセレスさん、赤のグローブの斉藤のいいところというとどんなところに見えそうですか。一瞬のスピードありますよね。一瞬のスピード、はい、それで再三このクリティカルヒットを藤田に与えようかという序盤のラウンドになっています。ボディただ近づいたところに藤田の左右のボディでありフックが飛んできます。この青のグローブの藤田の左フックには警戒が必要です。
右のオーバーハンド放っていきました。ひょうひょうとサーといいジャブが一つ当たりました。藤田健介です。じりじりと距離を潰していく。身長としては赤のグローブの斉藤慎之介の方が4センチ高いというこの両者になりました。右のストレート、これはガードで勢いを殺していきました。腕をだらんと下げてリング中央で見合います。藤田としてはどうでしょう、なんとかこの距離を詰めていきたいというところなのか、うん、あるいはこれでいいのか。藤田選手としてはもう一歩詰めたいですよね。あ、そうですか、はい、もう一歩、そうですね、それをやっぱ林選手の距離ですね、ここで、まあ、リードパンチの距離が、ね、はい、ありますから、これを拒んでますよね。ものすごいこのリードパンチであり左右の服が飛んできます。斉藤慎之介取り切るパンチ打ってくるので、ちょっとね、藤田選手もね入りづらいところありますよね。左のボディを今度は潜って伸ばしていったのは身長が高い方の斉藤慎之介です。おーと歩きながらの左のフック、ただ左のフックを返していった右ボディ、おアッパー気味のボディを伸ばしていきました斉藤慎之介。ボディ、今度は藤田です。右のストレート、今度は藤田が当てた。藤田が距離を詰めていく。少し距離が詰まってくると藤田の距離と言えるかもしれません、うん、アマチュアでも20戦ほどの経験があります。家庭の事情などもあり4年4ヶ月リングを離れていた時期もありましたが、一年発起、去年の8月にリスタートを果たしました。プロのライセンスももう一度取り直しました青のグローブの藤田健介です。並々ならぬ思いを持ってこの全日本新人王の決勝です。藤田がジャブをついていきます。一方の斉藤はどうでしょうか。右のストレート、うん、飛び込んで右ストレート、やはり斉藤選手はまあ自分の距離を生かしたボクシングに徹してますよね。ああ、なるほど、うん、距離を潰させないというところです。おっと左右、ただ右を返していく左フック、両者非常に強いパンチが当たっています。残り30秒を切りました。第2ラウンドです。 KO 率は、ね、お互いそれほど高くないんですけど、そうですね、ボディ、まあ、倒せるパンチはありますよね。ボディ、はい、斉藤のボディが当たりました。残り20秒を切っている第2ラウンド、ジャブジャブと2発軽いパンチを当てていきました斉藤慎之介。藤田選手は、ね、少し、ね、頭をずらしたいですね。あ、なるほど、はい、正面にありすぎるということですか。そうですね、この強烈な右が飛んできます斉藤慎之介。そして藤田もジャブでなんとかこのリズムを狂わしていこうというところ。第2ラウンドが終了しています。先ほどのラウンドではこの赤いグローブの斉藤慎之介のこうカウンター気味の強烈な右ストレート、藤田の顔面を捉えていきました。強烈なパンチを当てています。石川ジム立川の斉藤慎之介です。今その斉藤の正面にいる髪の長い女性が石川ジム立川の石川久美子会長。この全日本新人王はこの支えてくれた、いい時も悪い時もそばにいてくれたこの石川久美子会長への恩返しの場です、そう話していました。さあそのリングサイドで石川会長が見守るこの後楽園ホールのリングで一ついい試合を見せることができるでしょうか。勝てば日本ランクを手繰り寄せることができます。さあ第3ラウンドになりました。ここまでは、まあ、斉藤のパンチが比較的強いパンチでいうと目立っているというところかもしれませんが、この藤田のこのいいところ特徴といいますとセレスさんどんな風に感じますか。ディディ、まあ、プレスをかけながらですね、まあ、ボクシングしてますけど、左の、ね、フックですよね、はい、やっぱいいのは得意なパンチですね、はい、それから先ほどから左のジャブもなんとかこう、ね、当てていこうという狙いですね。ただね、距離がね最初長いんですよね、左その左膨れました。そのやりづらさは感じてるでしょうね、はい、ああなるほど、この距離をいかに潰していくか。第3ラウンド互いの手の内も少しずつ分かってきたこのラウンドです。右のストレート左を返す、うん、強烈な左のフックがあります。ボディナイスボディですね、あのボディもうちょっと打ちたいですね。あ、ボディをもうちょっと打ちたい、はい、藤田はその距離を潰してのボディを打てるかどうか、うん、少しフェイント気味に、おっと左のジャブを出していくことですね、うん、今藤田選手もねちょっとトリッキーな感じですね、はいはい、ボディ、まあ、変速には変速を合わせてというところかもしれませんが、うん、藤田の狙いが少しずつ見えてきたこの第3ラウンドです。千里馬神戸ジム千里馬慶徳会長は、まあ、上手い選手なんだと、相手の動きを読みつつ試合の中で微調整ができる選手だというふうに千里馬慶徳会長は評価をしていました。この青のグローブの藤田健介です。
じりじりと距離を詰めていく。4人のボディ、まあ、お互いですけど非常に強いボディ、左フック、お互いやっぱ単発ですよね。あー、なるほど。ここからもう少し、ね、手数を増やしていった方が、まあ、良さそうですよね。ワン、ツー、スリー、フォーという、うん、そうですね、なるほど。ただ今セレスさん、藤田のこのボディからフックというこの流れいかがですか、うん、あの一番得意なパンチですよね。少しずつ形になってきたが藤田健介、5ラウンドで争われますこのライト級、まあ、このラウンド斉藤選手の、ね、手数が減ってるんですよね。あ、なるほど。ジャブが減ってるからボディボディ入りやすくなってるんですよね、はい、手数が減っているのは原因としてどんなことが考えられますか。プレスが強く感じているのかですね。あ、そうですか。ということはある程度この藤田のプレスがうまくいっていると考えてもいいかもしれませんね。外側をサークリングしているのが赤のグローブの斉藤です。距離がぐっと近くなると互いの強烈なパンチ、相打ちの様相を呈していきます。ジャブを一発放ちました斉藤慎之介。左のフックかぶせていきます。ガードの外側、高校2年生の終わりにボクシングジムの練習に参加しまして、そのボクシングの右ストレート、魅力に取りつかれてプロボクサーの道を進み始めました斉藤慎之介、赤のグローブです。さあ第3ラウンドは残り10秒少々、拍子木が鳴りました。残り10秒を切っています。互いに少し、おっと、左のフックをガードの上からかぶせていきました。ボディ左、ただアッパーを返していく、うん、さあ少しずつ攻撃の手を加速し始めました両者です。千里馬神戸ジムの25歳藤田健介です。3歳、4歳、6歳、7歳という4人の子供を持つパパボクサーでもあります。そして2014年には、まあ、家庭の事情もありまして4年4ヶ月リングから離れた時期もありました。ただプロライセンスを再び取り直して去年の8月にリングに戻ってきました。日本ランクを獲得して日本ランカーとして神戸に帰ることはできるでしょうか。藤田健介です。第4ラウンド右の非常に強力なストレートを持っていきました。まずは先手を取ったのが斉藤慎之介です。このリングの外側を斉藤がサークリングするという格好は立ち上がりから変わりません。ちょっとこの青の藤田も足を使い始めたようなそんなステップワークも刻んでいます。第4ラウンド第5ラウンドとセレスさんあと2つになりましたが、ね、ポイント面も含めてどんな戦い方になってきそうですか。お互いクリーンヒット欲しいですよね。まだお互いに、まあ、致命的なクリーンヒットというのは出ていない。そうですね、距離感をどちらが制していくか。少し距離が近くなってアッパー、この斉藤のアッパーにも警戒が必要です。ボディ近づいてきたところに左のボディを合わせていったが、ここは左右の服藤田健介です。千里ボディ左のボディ強烈、ナイスボディ、ね、当たりました。あとアッパ ー, ナイスアッパー、ものすごいアッパーが顎を捉えた藤田健介、ただ倒れません。この辺りのタフさがあります。今のパンチうまかったですね、いやこの斉藤のアッパーいかがですか。うまかったですよね、はい、相手が来るところに、ね、しっかり合わせられましたね、よく倒れませんでした藤田健介、ね、ボディ、ナイスボディ、近づいてきたところにボディ、どうでしょうか。距離が近づいた時のこの身長が高い方の斉藤の戦い方というのも、あの下から突き上げるパンチ対応してますよね、ある程度その近い距離にも対応してきたのかもしれません。逃げていきます、歩きながらのジャブ、右のストレート、これも強烈です。さあ藤田はどういった手を打っていけばいいんでしょうかね。ここからこのところでですね、はい、単発ではなくやはり少しパンチを、ね、まとめて打ちたいですよね、距離が詰まった時の連打藤田に必要とされます。今左の手をグッと上げました、距離を詰めていく、うん、ね、いいジャブがありました。この距離でやってる時はやっぱ最終陣いいですね。なるほど、ジャブをもう一発突きました。ジャブにストレートにアッパーにという、そしてボディも効果的なものを放っていくという斉藤慎之介、このラウンド、ね、ボディの、ね、パンチも混ぜてますよね、上下左右問わずというそんなパンチですね、はい、ジャブです。斉藤のジャブも今顎を浮かせました。お、左です、左も非常に強烈なパンチがある。ただ距離を詰めての藤田健介、左のフックには警戒が必要です。左なんとかロープギアに追い込んでいけるかという藤田健介、
おっとアッパー、再三再四にわたってこのアッパーです、うん、そしてこのステップワークもやむことはありません。やはりこの距離を、ね、意識して戦ってますよね、詰めさせませんね。そうですね、はい、右のフック近づいてきたと思えばぐっと強いパンチが飛んでくる。さあ第4ラウンドは残り10秒を切っているが、うん、少し首をかしげたが、ね、右のストレートワンツー、ただ返していく。カウンターも非常に強力、中に行けないんですね、第4ラウンドが終了。さあラストラウンド、第5ラウンドの3分を残すのみです。第4ラウンドは赤の斉藤慎之介の痛烈なアッパーが炸裂しました。いやー見事でしたね、うん、まあ、よくねこらえましたね、倒れなかったですね、うん、いいアッパーですね。藤田健介にもタフさがあります。画面の右赤コーナー石川ジム立川の斉藤慎之介、いい時も悪い時も支えてくれた石川会長への恩返し。そして画面左は藤田健介、4人の愛する子供のために日本ランクを持ち帰れるでしょうか。さあ最後の3分間が始まりました。ポイント面で見ても、まあ、藤田はちょっと前に出なくてはいけないという、うん、そんな格好かもしれません。そうですね、まあ、ポイント面では若干ね斉藤選手が、ね、有利かもしれませんね。あ、そう見てますか、うん、となるとやはり一発のダウン、こういったところも重要になってくるか。ニュートラルコーナーを背負わせた藤田健介、千里馬神戸ジム初の全日本新人王。千里馬神戸ジムは過去4年を見てみましても3度全日本決勝の舞台で敗れています。左のジャブからまずはこのタイミングを測って距離を詰めていこうという藤田健介です。偉大な先輩、そして名チャンピオンに支えられて千里馬神戸ジムで拳を磨いてきました。日本チャンピオンを目指す上で日本ランクを獲得することはできるでしょうか。恵まれた環境での練習、そして千里馬慶徳会長との二人三脚、ここまでキャリアを積み重ねてきました。さあ一方の左フック、ここも打っていくのは斉藤慎之介です。女性会長石川久美子会長への恩返し、全日本新人王に輝いて日本ランクは日本ランカーとしてのプロボクサー人生を歩み始められるか。右のストレート、少しお互いの手数が減っているこのラウンドかもしれません、まあ、あの藤田選手ね、行きたいんですけどね、やはりあの入っていくときにパンチをもらってしまったので、あ、 なるほど、なかなか入りづらくなってるんですよね、まあ、そのあたりの嫌な残像というのは残っていますありますね。あ、そうですか、はい、ただここが距離を詰めたチャンスになる。右のストレート伸ばしていくが、スッと頭をずらしてかわしていきました。右のストレート、藤田の右、もう一度右、いいパンチが当たっている藤田健介。さあラストラウンド一つ、ね、山場を作っていけるかどうか、まあ、藤田選手はこの後ねどんだけいけるかですね、残された時間は1分10秒を切りました。ラストラウンド、左のフックをかぶせていきましたが空を切っている。ボディ入ってきたところに右のボディ、見事なボディ、右ストレート左、痛烈なパンチ一閃。サイドーっと相打ちになる、ものすごい音がした。ロープを背負わせて藤田が打っていく、細かいジャブ、ステップワークは衰えを知りません斉藤慎之介。おっと少しバランスを崩した藤田のパンチが当たりました。斉藤選手はね、あの来た時に上体が浮くと危ないんで、上体を沈めた方がいいですね。ああなるほど、はい、そうなってくると強烈な藤田のパンチが飛んできます。ワンツースリー、今のも危ないですよ、少しのところで避けました。ボディ、残り30秒を切ったライト級全日本新人王、日本ランクはどちらにもたらされることになるんでしょうか。20秒を切った。さあ右ストレート、藤田の右が当たった。さあリング中央に戻ってきて残り10秒、左のフックも当たっている。ラスト死力を尽くしてのパンチの出し合いになる。残された時間はもうない、うん、斉藤の右ストレート、最後まで手数を出していく。5ラウンドフルで戦い抜きました。試合終了です。このライト級の5回戦もラストラウンドまでもつれる熱戦となりました。ラストラウンド、藤田も息を吹き返しての攻防となりましたが、このライト級の5回戦もジャッジによって試合が裁かれることになります。こちら千里馬神戸ジム初の全日本新人王に輝くか藤田健介、戦いを終えて水を口に含みました。
千里馬慶徳会長も見つめます。そしてこちらは石川ジム立川、5年ぶりの全日本新人王に輝けるでしょうか。こちらも石川久美子会長を見守る、そのリングサイドで運命の瞬間を待ちます。採点の結果をお知らせいたします。ジャッジ近藤健二、同じくビニーマーティン、同じく中村克彦、三者ともに48対47、3対0の採点をもちまして、勝者赤コーナーライト級全日本新人王、斉藤慎之介。斉藤慎之介24歳、全日本ライト級新人王に輝きました。石川ジム立川としては2014年以来5年ぶりの快挙ということになります。